007ゴールドフィンガー原作小説と映画を比べてみた。ということで今回取り上げるのは007ゴールドフィンガーです。イアン・フレミングのスパイ小説、ジェームズ・ボンドシリーズ7作目にあたる007ゴールドフィンガーは、映画ではシリーズ3作目の作品として制作されました。なので今回は007ゴールドフィンガーの原作小説と映画を比べてみたいと思います。イアン・フレミングのスパイ小説007ゴールドフィンガーは1959年に出版されたシリーズ7作目の作品です。007が映画化されるにあたって、原作者のイアン・フレミングは最初はジェームズ・ボンド役がショーン・コネリーということに不満だったようですが、ドクター・ノーとロシアより愛を込めてを見て、完璧なボンド役だとショーン・コネリーの配役を認めたそうです。でそんな中でゴールドフィンガーはシリーズ3作目として映画化が決定し、イアン・フレミングは撮影現場を訪れたりもしていましたが、残念ながら映画公開の1ヶ月前1964年の8月に亡くなってしまいました。なので原作者が亡くなってしまったということもあって、映画は公開前から作品の内容以外で注目されることになってしまいましたが、映画自体は大ヒットし、007シリーズの中で人気が高い作品となり、この作品の成功によってシリーズの長期化が確立されたとも言えます。そんな映画007ゴールドフィンガーは1964年に公開され、監督はこれまでの2作品で監督を務めてきたテレンス・ヤングに代わり、新たにガイ・ハミルトンが監督を務めています。どうやらテレンス・ヤング監督は都合がつかなかったようで、第1作目のドクター・ノーでも名前が挙がっていたガイ・ハミルトン監督が選ばれました。でそのガイ・ハミルトン監督は、美しい景色に美女、そしてハラハラした展開と、これまでの007シリーズの路線を引き継ぎつつも、そこに斬新なユーモアをプラスして、新しい007作品を作り上げました。でその中でも前作からさらにパワーアップしていたのが、Q の秘密兵器で、この作品に登場するボンドカー、アストン・マーティン DB5 は多くの人を夢中にさせました。原作小説に登場するのは同じアストン・マーティンでも DB3 で、多少改造はされていましたが映画ほどではありません。原作ではヘッドライトやテールランプなどのライトの形や色が変わったり、前後のバンパーが補強されていたり、運転席のシートの下には隠しポケットがあって、さらに尾行用の無線機が装備されていました。この尾行用の無線機は映画の中で使われていましたが、その他は映画オリジナルの秘密兵器で、スタッフがいろんなアイデアを持ち寄りながら採用や不採用が決められていきました。ちなみに回転式ナンバープレートはガイ・ハミルトン監督のアイデアで、当時監督は駐車違反ばかりしていて、こんなナンバープレートが欲しいということで思いついたそうです。またこの車の目玉の一つでもある助手席が飛び出すというのは、ガイ・ハミルトン監督の子供のアイデアだったそうです。その他車を止めるために使用されたタイヤを切り裂くスクリューは映画ベン・ハーからの引用になっています。で他にも劇中で披露されていないアイテムもたくさんこの車には装備されていて、原作にあった運転席のシートの下の隠しポケットは実は作られていましたが、映画では使用されませんでした。で当時このアストン・マーティンはかなり話題になったようで、車の売れ行きも大幅にアップし、アストン・マーティンをモデルにしたおもちゃも売れたそうです。でそんな大人気となったアストン・マーティンをデザインした一人が美術監督のケン・アダムで、彼は1作目のドクター・ノーのセットを作ったことで注目され、スタンリー・キューブリック監督からオファーを受け、博士の異常な愛情に参加しています。ただそのおかげでケン・アダムは2作目のロシアより愛を込めてには参加できませんでしたが、この3作目には戻ってきて、アストン・マーティンをはじめゴールドフィンガーの娯楽室や金が保管されているフォートノックスなど素晴らしいセットを作っています。でこのゴールドフィンガーは今までの2作よりも原作から変更された箇所が多く、例えば映画の中盤でオッドジョブによって殺されてしまった女性ティリー・マスターソンは小説では最後の方まで生きていて、ボンドと共にゴールドフィンガーの手下として働いています。なので原作を読んでいた人はかなり早い段階で彼女が死んでしまったことに驚いたと思います。このあたりは監督や脚本家の狙いでもあったようで、映画では観客を驚かせたりハラハラさせたりと飽きさせない展開が次々と用意されていました。
で、そのハラハラさせる展開といえば、ティリー・マスターソンの死後に起こるボンドの危機で、ここは原作にも書かれている描写ではあるんですが、原作で使われていたのは電動丸ノコでしたが、映画ではレーザー光線が使用されていて、小説よりもより緊張するシーンになっていました。今ではレーザー光線といえばみんなが知っていますが、この当時はまだまだ知られていないもので、医療用としてぐらいしか使い道がなかったそうです。で、手術に使えるなら拷問でも使えるはずだということで、レーザー光線は映画で採用されたわけですが、この場面は映画史に残る拷問シーンとなりました。で、この後助かったボンドはプッシー・ガロアという女性に出会いますが、彼女も原作とは違う設定になっています。原作では女性ばかりのギャング団のリーダーでしたが、映画では原作よりも強い女性として描かれていて、彼女は柔道もたしなんでいました。この柔道に関しては、プッシー・ガロアを演じたオナー・ブラックマンが実際に柔道が得意ということもあって取り入れられた設定で、原作にはないアクションシーンも用意されていて、彼女とボンドが納屋で戦うというシーンがありますが、これは映画オリジナルのシーンで、監督曰く納屋と星草は1943年、日本では1952年に公開された映画ならず者へのオマージュだそうです。で、プッシー・ガロアは原作小説でははっきりとレズビアンと描かれていましたが、映画ではそのあたりはぼかして描写されています。まあ、これは当時の検閲の問題だったそうで、まあ、そもそもプッシー・ガロアという名前も使えるかどうか微妙なところでしたし、映画の前半に出てくる金粉まみれの女性のシーンも検閲に引っかかりそうなところをうまくすり抜けていて、映画ゴールドフィンガーはある意味当時の検閲に挑戦した作品でもありました。で、その後ゴールドフィンガーたちは金が保管されているフォートノックスに向かうわけですが、ここからの描写は原作と映画では大きく違っています。ガイ・ハミルトン監督はイアン・フレミングの007シリーズを楽しんでいた一人でしたが、小説ゴールドフィンガーのフォートノックスの部分は気に入らなかったようです。原作ではゴールドフィンガーはフォートノックスから金を盗み出そうとしますが、失敗してしまいます。この部分がガイ・ハミルトン監督は好きではなかったので、映画ではゴールドフィンガーは金を盗み出さないと大きく物語が変えられていました。で、原作でゴールドフィンガーが金を盗み出した理由の一つには、彼の背後にソ連のスメルシュがいるとなっていましたが、映画ではゴールドフィンガー単独の犯罪になっています。まあ、そして原作でゴールドフィンガーが入ることができなかったフォートノックスへの侵入を映画では成功させました。まあ、ただこのフォートノックスについては極秘で内部の状況を誰も知りません。もちろん資料などもないので、監督たちはセットを作る前にフォートノックスに撮影に行ったそうですが、写真撮影も断られています。まあ、それほど厳重な警備なのがフォートノックスだったので、ケン・アダムは外観をもとに内部を想像してセットを作りました。まあ、そしてここでボンドとオッドジョブの対決も描かれましたが、映画公開後フォートノックスで働いていた女性からスタッフのもとに手紙が届いていて、その手紙にはデザインした人の想像力は素晴らしいと書かれていたそうです。なのでケン・アダムが想像力を働かせて作ったあの内部は本物に近かったのかもしれませんし、原作の世界を大きく広げたアイテムやセットなど、ケン・アダムの作品への貢献は大きく、ゴールドフィンガーが大ヒットした理由の一つは、ケン・アダムが作り上げた世界観といえるほど見応え十分のセットがたくさん用意されていたのが映画ゴールドフィンガーでした。ということで今回は007ゴールドフィンガーの原作小説と映画を比べてみました。今までの2作品と比べ原作から結構変わっているのが映画ゴールドフィンガーで、小説から入った人はその違いに驚いた人もいたと思いますが、その驚きは監督の狙いでもありました。で、その原作から大きく変えた展開や世界観などが映画の大成功にもつながっているので、まあ、そこはガイ・ハミルトン監督の作風がうまく007にはまったんだと思います。ちなみにガイ・ハミルトン監督に関しては以前このチャンネルでクリスタル殺人事件や地中海殺人事件も取り上げていて、その動画でも原作小説と映画を比較していますので、ぜひそちらの動画の方も見てみてください。で、ガイ・ハミルトン監督はこの後何作品か空いた後再び007作品を手掛けていて、結果このゴールドフィンガーも含め4作品で監督を務めています。
で、その始まりがこのゴールドフィンガーで、ユーモアや笑いの部分が多いのが特徴の一つですので、原作小説との違いだけでなく他の007シリーズとの違いを楽しめるのが今回取り上げたゴールドフィンガーじゃないかなと思います。ということで、今回は007ゴールドフィンガーについてのお話でした。